ってる3人が異様な緊張感というかね、どこでこうやって踏み外すかというところで、まあ、ドキドキしてやってますけど、まあ、次はちょっとこれ皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、今もラップとかでもよく聞かれている、カントロープアイランドっていう曲で、直訳したらなんかマスクメロンの島っていう、まあ、ようわからんやつですけど、まあ、黒人の労働家みたいなものがメインにあるって言われてます。まあハービー・ハンコックであるとか、あと、アンスリーなんとかっていう、まあ、ラップの人もやっておられるということで、カントロープアイランド聞いてください。Thank you.
前で見た方がな、やっぱりよ。本当？ね。それまた、ちょっとあのかっこいい綺麗な曲で、昔1986年に、セブンスター EX っていうタバコのコマーシャルで、女のジャズの人が E.D. ゴーメンっていう人だったら、リカード・ボサノバっていう、まあ、あのギフトっていう曲でやってたんですけど、まあちょっと聴いてみてもらったら、あこの曲かって思い出す人は年寄りやと思います。はい。Thank you.
付き合いくださいました。ありがとうございました。最後の曲で、皆様の我慢もここまでかというところでありがとうございました。で、いつもこの、こういうあれで出てくるので、一番こう難しいなっていうので、ジャズのセッションなんかではこの曲よく使うというスペインっていう曲なんですけども、まあ見事にこれがこう三人三様合わないというのがありまして、なんとか今回あのムーディー南がこうやってリズムこうなんや、お前らこうやっていうのを叩いていただいてやるんですけど、多分合わないんで、またプッと笑ってやってください。お願いします。